お待たせいたしました。ゾゾマリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルス、このゲームの模様をお送りいたします。マリーンズの先発は左の小島、対するイーグルスの先発は右の田中、この両投手の先発が発表されています。さあ、間もなく試合開始となります。マリーンズピッチャーを変えてきました。小島降板、マウンドに上がったのは西野。今日2番手としてマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。イーグルス、この回1番からの好打順になります。トップバッターは西川。直球ストライク、アウトローへ。1球目ストライクから投げた、低め外角ストライク。これで追い込みました。追い込んでから第3球を投げた、打った、飛びつく、抜けた。西川ナイスバッティングです。さあ、リプレイです。左バッターボックスには小深田。今日はここまで3打数1安打1三振。1球目空振りから、あーっと、ショーフライになった、ファール。第3球を投げました、打ちました、ファールボール。投げました、インコース低めいっぱい、見逃し三振。セカンド浅村。第1球投げました、決まった、ストライク。まずは決めてきました。第2球一塁ランナー走った、キャッチャー二塁送球、これは悠々セーフ、盗塁を許します。マリーンズ外野は浅めの守備を取ります。投げました、変化球はアウトローへ、ボール。次が4球目、投げました、打った、これはショート真正面、ショートから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。第1球投げた、ストライク。第2球投げた、見送ってストライク。第3球149キロ直球、空振り三振。西野、見事なピッチングです。西野、ここは抑えました。8回の表が終わって1対0です。引き分けで終了です。ご覧いただきました一戦は1対1、引き分けで終了しています。実況担当は堂前秀夫で、ゾゾマリンスタジアムよりお伝えしました。